しかった。お盆休みもあと2日となりました。愛車の50プリウスに荷物を乗せて、車中泊へレッツゴー。いやー、久しぶりの車中泊動画になりました。釣り動画ばかりでしたが、いろんな人から、車中泊動画やらないの、と聞かれたりして、そろそろ車中泊、やりたいなぁと思ってたのですが、最近の猛暑で車中泊を躊躇しておりました。しかし、お盆休みも今日と明日のみとなったので、標高800メートルの道の駅土湯で車中泊しまーす。道の駅土湯は私の住んでいる地域よりも10度ほど涼しいので、快適な車中泊ができるんでないかなぁと思っております。今日は暑さに負けない車内飯も作るので楽しみであります。道の駅土湯に到着。チャチャーとシェードを張ってランタンをセットすれば、快適カプセルホテルプリウス50の出来上がり。この適度な狭さの秘密基地感がたまらんのです。それでは夕食の支度をしましょう。車内炊飯器タケルくんでご飯を炊きます。炊飯スイッチを押して30分ほど待ちます。もちろん酒飲みとしてはただ待ってるわけにもいきません。早速始めちゃいます。アル中からカラー、うめえ。さらにアル中からカラー、酒のあてはベジファーストっていうことで、シーザーサラダをチョイス。具材やドレッシングを考えると、むしろカロリーの高いサラダなんでしょうが。まあ、サラダはサラダ、野菜は野菜、つまり体にいいので、問題なーし。どれどれ、お味は？さすが高カロリー、うまい。あっという間に、サラダを食べきり。続いて2品目は、カツオのたたきとサーモンの刺身の完成。どれどれ、カツオくんはどんな味？香ばしくてうめえ。酒と合いますなー。
ほんで、サーモンちゃんは？油が乗ってて最高だー。そして、ご飯が炊けました。それでは、本日のメインディッシュの調理にかかります。アメリカ産ビーフ、ガーリックステーキ。これを車内調理の必需品、くっつかないアルミホイルで焼き上げます。焼けてきた焼けてきたー、もう食べられますね。ご飯もいい感じに炊けとるぞー。ガーリックステーキ丼の完成。いただきます。超絶うめえ。2本目いきます。たまらんなー。完食。完食。食後は眠くならないうちに寝床の用意をします。
久しぶりの車中泊でしたが、とても楽しかったです。また近いうちにやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。